フェロスールの鉄道路線図。青い線で示した部分が、フェロスールの自社路線。緑の線は通行権を持つ路線である。フェロスールは、メキシコ合衆国の鉄道運営組織である。その名称は、ファラオカリル・デル・サレステすなわち、南東鉄道の短縮系である。英訳であるサウス・イースト・レール・システムを略して、SRS とも呼称される。 リポーティングマークは FSRR。営業路線延長は 2093km。鉄道インフラは政府が保有しているが、それらの保守、管理はフェロスールの大きな役目である。フェロスールはメキシコの経済対策の一環として行われたメキシコ国鉄の民営化の流れの中でメキシコ南東部を受け持っていた南東鉄道の一部が民営化されたものである。 当初は南東鉄道を一括で民営化する計画であったが、テワンテペク地境を横断する鉄道を国営として損地することとし、また落札した会社が購入を拒んだマヤ半島の鉄道を切り離したため、南東鉄道すべてがフェロスールに継承されることにはならなかった。フェロスールに継承されなかった鉄道は、それぞれその路線を必要とする、 鉱山会社などの支援により別会社が起こされ、継承された。入札に際しては、メキシコ第二の建設会社である、トリバサグループを中心とするグループが落札した。計28億9800万ペソに上る、落札資金の55%は、トリバサグループが負担し40、40%を、メキシコの金融グループである、インブルサグループが、残る5%を、 アメリカの鉄道会社、オムニトラックスが負担した。2005年3月、メキシコの巨大鉱山会社、グルーポメヒコが、鉄道、運輸部門の子会社である ITM の100%子会社、ITF を通じて、グルーポカルソと、進化の保有する、フェロスールの権益100%を、ITM の権益保有25%で買収した。2006年末現在、 フェロスールは ITM の完全子会社であり、メキシコの最大の鉄道運営組織である、フェロメックスはやはり ITM の子会社74、74%。残る26%は、アメリカのユニオンパシフィック鉄道が保有である、GFM の100%子会社である。つまり、フェロスールとフェロメックスは、兄弟会社ならぬ、重携定会社とでも言うべき関係となり、 メキシコにある三大町距離鉄道会社のうち2社がグループメヒコの大きな影響下に置かれることとなった。フェロメックスは2006年2月1日以降、フェロスールの親会社である ITM との統合を模索しているが、メキシコ政府はこの統合がなされると独占禁止法に反するとしている。 http://biz.yahoo.com/.ab/.060626/. メキシコレールマージャー。html v コール1。ありがとうございます。